皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。というわけで今回の動画では、最近またワシントンウィザーズが強すぎるということで、この辺を中心に見ていく感じです。それではまず昨日の試合結果から見ていきたいんですが、昨日は好調キャブスと対戦して、彼らもねこの試合が始まるまで4連勝とかなり調子が良かったんですが、今回の試合はカイル・クズマのクラッチスリーポイントもあって、97対94でウィザーズが勝利。これでウィザーズのシーズン成績は8勝3敗となり、シカゴブルーズと並んで現在はイーストのトップ。いやー、ウィザーズ本当に今シーズンに入ってからね調子がいいですよね。でも残念なことに八村選手はまだ試合には出れてないんですが、その代わりに今シーズンから彼の代わりにファーファードに入っているカイル・クズマが絶好調。今回も彼はトータルで22得点決めたんですが、そのうちの12得点を最終クォーターに得点。しかもの一番最後の勝負どころで3ポイントを決めたりと、今回はめちゃめちゃクラッチでしたね。そして彼についてはヘッドコーチのウェス・アンセルト・ジュニアも話しており、今回は自分たちらしい勝ち方だった、特に終盤に関しては素晴らしかったし、カイル・クズマのことは本当に信頼してるとヘッドコーチはこのように話していましたが、本当にねカイル・クズマのことを気に入ってることが分かりますよね。そしてカイル・クズマ自身も今回のことについて話しており、試合の序盤には全然エネルギーもなくて、チームも勝とうとはしていなかった、だがそこから調子を上げて勝つことができたから素晴らしい勝利だ、そして今回のことはファンが原因でもあるんだと。っていうのはこの試合はキャブスのアリーナであったんですが、ここに来ていたファンがその大きなボードに、クズマお前はレブロンのおかげで優勝リングが取れたんだみたいなことが書いてあって、だからクズマはこれに対して、キャブスだってレブロンがいなかったら全然ダメだと、カイル・クズマはこのように話していたんですが、やっぱりそういった選手に対するヤジは見ていて、今回はそれが彼にとってのモチベーションになったと。そして他のポイントとしては、チームのエースブラッドリー・ビール、彼に関しては彼のおばあちゃんがね最近亡くなったということで、その影響もあってかこの試合で彼は13得点しかできず、最初のシュートも10本全て外して、トータルでも19本中4本しか入らなかったと。そしてビールもこの件については試合後に話しており、本当にチームメイトがよくやった、彼らのおかげでこの試合は勝てた、俺はただ試合に出てるだけだったんだ。そしておばあちゃんに関しては、これまでこんなに自分に親しい人を亡くしたことがなかったから、何をしたらいいかわからなかったし、どこに行ったらいいかわからなかった、彼女は自分にとって2人目のお母さんみたいな存在だったからと、試合後にブラッドリー・ビールはこのように話していました。そして今回はこれ以外にもこのウィザーズが好調な要因を探っていきたいと思うんですが、まずはブラッドリー・ビールのディフェンス、彼の得点に関してはね、昨シーズンの 31.3 点から 23.1 点と大きく下がってるんですが、注目すべきポイントは彼のプラスマイナス。ここ数年のブラッドリー・ビールのプラスマイナスはあんまり良くなくて、3年前がマイナス 1.4、 そして2年前がマイナス 3.5、 そして去年に関してもマイナス 0.1 だったと。でも今シーズンに関してはすでにその点においてプラス 2.8 という数字を残してるっていうことで、これは彼がディフェンスを頑張ってるっていう証拠ですよね。明らかにその以前と比べてね、スクリーンに対しても戦おうとしてるし、シューターに対してのハンドチェック、今シーズンはそういった部分ができてきてると。そして他の好調の要因としては、やはり元レイカーズの選手の影響力、まずはモンテルス・ハレルなんですが、彼は昨シーズンと比べてまず平均得点が 13.5 から 18.3 円アップ、そしてリバウンドも 6.2 本から 9.3 本。でもまあここに関してはね、昨シーズンあまりにもレイカーズがその彼のことをうまいことね使い切れてなかったなっていう印象もあるんですが、今シーズンハレルはディフェンスの頑張りも目立ってますよね。確かにそのあんまりサイズがないから、ギャフォードみたいなそのブロックが上手いとかね、そんな感じはないけど、すごくねそのディフェンスで押し負けないように頑張ってるし、よく動いてるし、今シーズンそのオフェンスチャージングを取った数のランキングでも NBA で第5位に入ってるそうです。そして彼の今シーズンのプラスマイナスに関してもプラス6っていうことで、この数字が彼がディフェンスも頑張ってるっていうことを証明してますよね。そして次は今回も大活躍したカイル・クズマ、今シーズンは平均得点 14.8、 平均リバウンド 9.1 本とリバウンドをね特に頑張ってるんですが、ディフェンスに関してもねレイカーズ時代とは変わらず頑張ってますよね。そしてこれに関しても面白いデータがあって、クズマはディフェンスにおいてもバリバリハッスルはしてるんですけど、1試合あたり約 2.1 回しかファールを犯してないと。そしてターンオーバーに関してもね、普通その選手が新しいチームに行ったら色々と慣れとかあるから、ターンオーバーを犯しやすい傾向があるんですが、彼はその点においても今のところたった2本に抑えてると。とまあね絶好調のクズマですが、次は KCP、 まあもともと彼はレイカーズにいる頃からその 3&D が得意な選手として頑張っていましたが、今シーズンも3ポイントは好調で今のところ成功
成功率は 36.5%。 そしてディフェンスに関してもね、大抵彼がその相手チームのエース級のウィングプレイヤーをディフェンスすることが多いんですが、その点においても今のところいい仕事してますよね。あとはこれら以外で自分が頑張ってるなと思うポイントはハウルネット。彼のスタッツこそはね、そんなに派手ではないんですが、彼に関して他に面白いデータがあって、ピックアンドロールにおいて、そのポゼッションごとの得点ランキングで、現在彼は NBA でナンバーワンだと。そして彼はそのワンポゼッションごとに 1.25 ポイント上げてるっていうことで、特にダニエル・ギャフォーではモンテレス・ハレルとやってる印象なんですが、この数字はね、ウィザーズにとってもとても大きいですよね。だって 1.25 ってことは、少なくとも彼がピックアンドロールをやったら、それだけのね、点数がね、平均で入ってるってことだから、よっぽどそのギャフォーではハレルとの相性もいいんでしょうね。そしてあとやっぱり頑張ってるなって思うのは、ダニエル・ギャフォーと、平均得点はたったの 8.3 点なんですが、そのシュートの成功率は 68.1% と非常に高く、特に平均ブロックに関してはね、今のところ1試合あたり 1.7 本と、彼のインサイドのディフェンスもかなり大きいかと思います。はい、というわけで今回のウィザーズトーク、皆さんはどう思いましたか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、という感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。